よろしくお願いいたします。はい、で今日拝見しまして、まあ、皆さん同じ意見なんですけど、まあ、かなりノックアウトされたという感じで先ほど当のコンビチュニーさんとも4人でお話しさせていただいて、まあ、彼自身がね、あの本当歌い手さんみんないいでしょっていう、一番最初にそれを言っていたのがすごく印象的で、やっぱりあの彼がとても厳しい人だっていうのはよく分かってるので、それが本当に良くないと彼は言わないと思うので、そこが本当に良かったなって素晴らしいなって思いましたし、実際見ててあんなオペラ歌手が熱演するなんてそうそう日本では見ないなっていうふうに思ったので、素晴らしい舞台にこれから まだまだあの本番まで時間があるんですなるんじゃないかなっていうふうな予感がしました。はい、どうでしょうか、そのあたり、皆さん。そうですね、結構その私が今まで、まあ、いろんなオペラに関わって出会ってきた中でも、うん、あ、この方の演技すごい好きだなっていう方が軒並み出ていらっしゃるので、もうあの絶対こう誰が見ても、まあね、リハルト・ストラウスの影のない女自体は決して日本ではメジャーで知られてる演目ではないかもしれませんが、でも絶対これ見たらオペラにハマる方多いんじゃないかなと私は思っています。それぐらいの歌手の皆さんがちゃんと彼の要望に応えて、コミチリの意図をちゃんと理解してるっていう中から出てくる演技なさって、それで歌唱力も素晴らしい、だからそれにまず感動しました。やっぱり日海さんとの積み重ねが、それが結実してるなっていう、今回あの稽古をその日本でスタートして、で世界初演を日本でっていうのを初めてっていうふうに伺ってたんですけど、やっぱりなんかその気合の入り方みたいなのもすごい感じましたね、あの先ほども自分言ったんですけど緻密なんですよね、であの、まあ、演じるときってその小説の中に水面下の役としての感情の流れっていうものがあるんですけど、それが全部が明確で絶対にそれによどみがなくて、誰が誰に向かって何か対峙しててっていうのがもう手に取るようにそれがコロコロ変わっていくようなスピーディーさっていうのがあって、ちゃんとその歌い手さんたちがそういう、まあ、ドラマトリックですよね、水面下のものを踏まえて歌唱と身体を使って表現してるって、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけども、ここまで突き詰められるっていうのはやっぱりコンビジュニさんの力だと思うし、まあ、この日海さんのプロダクションの歌い手さん、実力ある歌い手さんだから結実してるのかなっていう感じも自分はすごくしました。あとでもなんかそれでもって多分コンビチミーさんの起動枠のプランがあって、うん、でまあその、まあ、細かくここはこうするっていう計画がある上で、でもちゃんとあこの歌手さんこのこういう演技上手だよねとか、うんうん、こういうなんか仕草が、うん、あのいいんだっていうのをちゃんと拾ってきて、うんうん、その方の個性をちゃんと生かされてるなっていうのは見受けられます。すごく思いました、ね、だからそこがちゃんと考えてきていらしたことと、あの今回の歌手の皆さんと多分出会って積み上げたであろうことがちゃんと結実して筋が通ってる、恐れ入りましたね。いやいや本当にだから本当に目線一つだけでなんかその空間のなんか空気感が変わるっていうのが瞬時に変わっていくっていうのが何度もあったっていうのは自分とすればすごく学びになりますし、あ何やってるんだこれっていうなんか感じのノックアウトされた感じ。ワークショップの時もありましたけど、例えば座ってって言われるんだけど座らないとか、そのトガキと、まあトガキを変えるっていうのは、まあ、現代詩では全然よくあることですけど、やっぱりその歌ってる内容と実際の体が違うことをしてるみたいなことって、まあ、コンチミさんの演出ももちろんですし、まあ、現代さんの演出だと全然たくさんあると思うんですけど、なんかそれがある分、やっぱり今回のこのプロダクションで自分の役はこういうふうに、なんかこういうふうな役割が求められているっていうことをそれぞれがちゃんと理解しないとすごい混乱すると思うんですよ、こう歌ってるはずなのに、なんでみたいな、なんかそこがやっぱりちゃんとそれぞれ整理されてるからこ そ、 そのさっきおっしゃったよどみないっていうか緻密なみたいなことが成立してるんだろうなと思って、やっぱりなんかどこで何が起こってるかっていうのをチラチラと今日あの楽譜あの見ながらちょっと見てたら、あもう本当にこの転調の瞬間使ってるんだとか、このちゃんとあの元のテキストでもうびっくりマークついてこの瞬間絶対拾ってるんだとか、やっぱりスコアとのなんか対象関係がすごく細かいの
学んだ時にすごい思ったのが、ここまでこの人スコアを把握して全部体に入れて演出してるんだっていうのは、今日またそれをまざまざと、まあ、いい意味で見せつけられた感じが、それを再現できてるっていうのが、できてるっていうのが、だから音楽にもちろんその時代設定であるとか、もちろん偶話的な話を現代の設定にしてる演出ではあるんだけれども、リヒャルト・シュトラウスのスコアっていうものを最大限生かして、まあ、その音楽の良さをあの把握してそれをお伝えするっていう義務っていうのもちゃんと認識があると思うんですよね。でそれを踏まえて現代的な演出してるっていうのがすごいなって言えば、やっぱり改めて、うん、やっぱ環境と これですよ、これですよ、これ2014年のワークショップでおっしゃったことを、ね、T シャツにしたやつですけど、オペラは、綺麗な衣装を着た中でその音楽が鳴ってるよみたいな、そんなのじゃないよ、じゃないこれだと、オペラはティアターミットミュージックっていうことで、ティアターミットミュージック、音楽と共にある、まあ、演劇とか芝居とかっていうことでしょうけど、うんうん、いやもう本当に音楽をどう演出するかっていうことをずっとやってらっしゃいますよね、うんうん、だからさっきおっしゃったように、その調が変わるところで場面が全部変わる何かのアクションっていうのが全部入れてるっていうのが、まあ、見ていてそのドラマをそうやって進行していくっていうのも心地いいなっていうふうに思いますし、でそれがまたこうアクセントになってるんですよ、うん、まあ、説明だと思いました、この旋律こういう解釈なんだっていう、ああっていうものもやっぱりあったのが面白いなっていうふうに、うん、でもともと持ってるその影のない女の感情の部分っていうのをちゃんとやっぱり描き出してるっていうのが、うん、うすごいところ、何でもやっていいとか、うん、何でも違うことやっていいっていうんじゃない、ないと、うん、ちなみに私、まあ、今ちょうどあの椿姫今演出してるので、うん、椿姫とかちょうどコンビチュニーさんのアカデミーの最後の演目だったと思うんですけど、うん、だからまあ、 あの椿姫の楽譜、未だにあのワークショップの時の書き込みあるんですけど、その後何プロダクションか椿姫関わったんだけど、コンビチュニーさんの書き込みがダントツ今でも一番多いですね。もうここでこれを思ったからこうするとか、あの全部今でも、まあ本当小説ごとにこの旋律を使って何をする、うん、あと休符の意味、うん、調が変わるところはどういう風になっていくかっていうのは演出されてましたよね、うん、耳が痛いです一時期はねそういうことやってたんですけど、私あの加藤さんがさっきおっしゃったその音楽の、うん、あ、なんだ、もともとの、まあ、テキストにある物語の音楽をあの、まあ、生かしてるっていう意味で言うと、そ, なんだろう、その音楽から、まあ、多くの人が最初に受けるであろう印象を、うんうん、まあ、上手に使っているところもあれば、なんかそれと全然違うことをさせることによって、むしろこっちの方が際立つとか、なんかまあ、いかこうかっていうことを、うんうんうん、あれ、あの辺はドイツの演出家っぽいなと思って、いや本当にその受けさせるんですか、そういうのがうまいんですよね。いかこうかが、うん、まあまた